んにちは、そらちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は佐渡島へ2泊3日で行った山旅です。何の前知識もないまま、とりあえずゴールデンウィークの田植えのご褒美に、どっか行きたいなと思って、佐渡島でも行ってみようということにしました。以前からちょっと行ってみたいなって思っていたのと、なんか離島でいいなと思っていたので、であまり深く調べてなくて、まあ、きっと山あるだろうから、まあ、ついでに山も登れたらいいなっていう程度でした。初日は、高速を使って新潟港まで車で移動しました。そして、9時25分発のカーフェリーに乗って佐渡島の両津港には11時55分着です。まずはお昼を食べます。回転寿司佐渡弁慶さんでお寿司いただきました。ノドグロ最高です。そしてまずは佐渡といえば佐渡金山。中は寒いので必ず防寒着を着て入りましょう。中は人形たちがすごいリアルに昔の金山の様子を再現していて、なんかディズニーのカリブの海賊みたいなアクトランクション風に作られていて、とっても楽しんで昔の金山の様子を学ぶことができました。次に訪れたのが北沢浮遊選考場跡とシックナーです。ちょっとこうジブリの世界に入ってしまったような、なんかすごい不思議な建物です。これか。そして佐渡奉行所跡にも寄って丁寧に説明して中を案内してもらいました。今夜の宿が二つ亀というところにあるので、ずっと海岸線をドライブです。二日目はいよいよ、登山になります。どんでん高原から金北山に登り、そして白雲台の方に縦走する予定です。まずは車で両津港近くの市営駐車場に停めて、両津港からどんでん山荘まではどんでんライナーに乗っていきます。どんでん高原到着です。いよいよ楽しみにしていた登山スタートです。あそこに見えるのが金北山。どんでん山荘との分岐を越えて重走路入り口です。あ、ここが青ネバ十字路。青ネバ登山口から上がってきた人はこちらで、的根にまずは登る。十字路から登るかと思いきや、割とまだなだらかな道が続いてます。よし、もうすぐ的根の山頂です。ありがとうございます。はい、おお、こんにちは。
マトネ標高 937.5メートル。最高。また沢のこと、片栗がいっぱい咲いてる。片栗どうどう、続く。うわー、まだまだだ。今回の佐渡島の山旅は、とりあえずカーフェリーと宿だけを予約していて、で、近づいたから、さあじゃあどういう風なとこ回ろうかなと思って、調べ始めました。調べ始めて気がついたんです。金北山の縦走、すんごいかっこいい、行ってみたいって。なので山メインだったら、あの金北山1泊2日で山歩きすればよかったかなっていうのはあります。ただ宿はもうすでに決めちゃっていたので、真ん中の中日に、金北山の軽い縦走をしました。でもその他に観光もいっぱい楽しめたので、本当に大満足の山旅です。すっごい、thank you。
天狗の休み場。ここまで来た。金木山まであと少しだ。0.2 キロ5分。よしよし、あと少しだ。よし。ゴールの白雲台です。ここで、コカ・コーラをいただきながら金木山ライナーというバスを待ちます。両津港に戻り、佐藤家さんと一緒に記念写真を撮って2日目終了です。最後、最終日3日目も実は山に登ろうとしていました。で、車で登山口まで進んでいたんですけれども、あまりの道の狭さに、断念して、まあ、カーフェリーの時間のことも考えるとということで、ここと向こうの角っこに座っていただきます。ゆっくり乗ってください。佐渡といえばたらい船ですよね。で、何箇所かあるんですけれども、私は八島体験交流館のたらい舟に乗ってきました。新潟本土の弥彦山ですね。そして最終日のお昼は寿司長三郎さんで佐渡天然ぶりカツ丼です。これも激うまでした。今回、ひょんなことで行った佐渡島でしたけれども、もうすっごい楽しくって、観光でもいいし山登りもいいし、もう絶対また来たいなと思いました。
ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。